ラムダの起こしたモンスターが例のモンスターに従えられている。フーリーへの予感は的中していたのか。よし、やるぞ。ライダー到来、覚悟を決めろ。これに耐えるのなら奥の手を見せてやる。ダンベルブレード封じるか。一瞬が止まってる。どうにか片付いたようですね。しかしこうも続くとなると原因を取り除くことを急いだ方がいいな。ええ、これ以上数が増える前に事態を解決する必要があるでしょう。アンマルチア族の里に戻ってパスカルたちと合流しよう。ありがとう、リチャード。とても疲れているように見えるが、ラムダの力をそんなに使って大丈夫なのか。慣れていないだけだ、大丈夫さ。それにラムダは俺を支配しようと力を貸しているわけじゃないと思う。ラムダがそう言ったのか。いや、俺がそう信じているんだ。バスメル、君はどうしてそんなに強くいられるんだ。強くなんかないさ。むしろ弱いからこそ信じるのかもしれないけど、どんなに信じていてもどうしようもないこともあるんだよな。子供の頃、俺もソフィーと同じくみんなとずっと一緒にいられると心のどこかで思っていた。それはいつか終わる。俺たちが人である以上は必ず。アスメル、どんなに信じても願ってもそれだけはどうしようもないんだ。だから俺はソフィーに何と言ってやればいいかわからないんだ。少し時間をください。彼らに大統領閣下への報告を任せてきますので。フォドラとはどんなところなんだ。そうか、リチャードは初めて行くんだったな。フォドラは草木も枯れ、大地も荒れ果てた物悲しいところだった。そこがラムダの故郷。ああ。
心が乱れているな。お前は全てお見通しか。お前も聞いていたんだろ、ソフィーの言葉を。プロトス・ヘイスは我を滅ぼすための存在。生きることすなわち我を滅ぼすことだった。その目的が失われた今、機能不全が起こるのは道理だろう。目的を持たず、虚ろな心のまま残されたものは、ただ永遠を生きる。残酷な話だな。限りある人の身で、どうやってプロトスヘイスを孤独から救う気だ。それは、悩みが濃く深くなったな。お前は悩みの中から答えを見つけられるか。人の身でせいぜいあがくがいい。楽しませてもらうぞ。残されたものはただ永遠を生きる。親父が死んだ時のあの時の気持ちが永遠に続くのだとしたら、何もかも失ったと思った時にもソフィーが俺を支えてくれた。まるで新しい家族ができたみたいで嬉しかったな。家族。お待たせしました。行きましょうか。